南宋鉄道。南総鉄道は、かつて、千葉県に存在した、鉄道路線及びその運営会社である。房総線、現在の外房線茂原駅と、小港鉄道鶴舞町駅、現在のカズ鶴舞を結ぶ房総半島、横断路線として計画されたが、途中の市原郡内、田村、現在の市原市の奥の駅まで開業したのみで、 経営の不振により部分開業から8年半後の1939年、昭和14年に廃止された。千葉県茂原町、現、茂原市から町南町、現、町南町にかけては1909年、明治42年から、町南茂原まおと軌道が走っていたが、徐々に時代遅れのものになってきており、1923年、 大正12年になると地元ではこれに見切りをつけて、蒸気鉄道の建設を計画する。こうして、1926年、大正15年に、南総鉄道が資本金438,750円で、設立された。社長は、豊坂村の開業医で、調整軍議会議員でもあった、糸井源。本社は当初茂原町内に置かれたが、後に笠森寺駅構内に移転している。 1927年、昭和2年1月19日に認可を受け、7月10日に第一期工事として、茂原笠森時間を着工したが、資金難から1928年、昭和3年10月には早くも工事は、中断に追い込まれた。社長の糸岩自体を打開するために、知人の紹介で、工事並びに、事業への参加を、福井県の発電所工事や各種電気工事、 受け負い業者、伊藤二作に要請することになった。この間の経緯は伊藤が南総鉄道開通後に、風戸勝三郎に語った談話として残されている。伊藤は名目上社長に留まったが、経営は伊藤二作と、その関係者に委ねられ、鉄道連帯の助力も得て1930年、昭和5年8月1日に、同区間を開通させた。開業当初は、 旅客輸送のみを、機動車、ガソリンカーで行ったが、すでにバス輸送が浸透していたことなどもあって、経営は苦しいものであった。それは1932年、昭和7年に、茂原駅から九十九里海岸方面の白方村への延長線の免許申請が現状での制御の見込みなしという理由で、却下されていることからも伺い知れる。1933年、昭和8年には、 笠森寺、奥の間を延伸開業させるが、乗客が増えるどころか建設費が負担になって、赤字が増加してしまう。その後も、蒸気機関車を導入しての貨物輸送、路線バス事業への進出、笠森寺付近での省油園地建設など様々な経営改善策が取られたが、経営状況が好転することはなかった。廃線直前には、給料が払えないことから従業員が、 社長宅に押しかけたなどと出店を明示せず書かれた資料もあるが廃線まで社長として勤務していた社員は月給は30円前後で家への仕送りもできました。経営不振で給料が払えなかったという話にはそんなことはないと否定している。経営者の伊藤二作は戦前期のいわゆる地方財閥で国内外で複数の事業を経しており、この事業で損失は被っているものの 給料の未払いなどはなく、工事代金の未収分も含め伊藤家で負担している。1939年、昭和14年3月1日、茂原、奥の間の全線が廃止された。廃線後の路盤は農道などに転用されたほか、数桜餅倉持深沢間のトンネルは拡幅されて、原国道409号のトンネルとなった。なお、鉄道廃線後もバス部門は、 同じ経営陣で、笠森自動車として、営業を続けたが、1944年、昭和19年に、戦時統合によって、小港鉄道バスに統合された。廃止時点、1935年12月時点この子をすべて、白土、失われた、鉄道、軌道を訪ねて、6、南宋鉄道による。廃止時点、もばら、も、ばら、開業当時は、 茂原駅勝佐高志駅本茂原駅、昭平町駅茂原寺、草原寺駅三ノ輪学校前、三ノ輪学校前駅大城尾もばら、上茂原駅、須田駅、米光駅豊坂駅、仙台駅長南元宿駅、長南駅和佐倉餅駅深沢駅、笠森寺駅、千五関駅、奥野駅。当初、動力車は、ガソリンエンジン搭載の小型機動車。 ガソリンカーのみで運行されており、貨車もガソリンカーで牽引していた。1935年に蒸気機関車1両、旧鉄道省 120K1211 と、有害者 y 1、旧鉄道省は1216、無害者と1、旧鉄道省と11009を追加で導入しているが、最後までガソリンカー主体の運行であった。 自動車は1930年の開業当時に、甘宮製作所で50人のシ車キハ101.102の2両を製造したが、全面創価ヘッドライト付けで角どばった車体を持つ、ことから、重箱のニックネームで呼ばれた車両であった。1932年にはやや軽快なスタイルの40人のシ車、キハ103を、増備、当時すでに甘宮が倒産していたことから、この1両のみ、 日本車両製造を東京支店で製造させている。いずれも、反抗性車体を持つ四輪の小型車で、アメリカ部打者製のエンジンを床下搭載し、歯車式変速機を介して一軸を駆動する。なお、キハ103は、廃線後飯山鉄道に展示的五51となり、さらにその後実立航空機へ譲渡された。おごせ鉄道機配地系機動車は同系である。南鉄道は、 当初、蒸気動力で認可を受けていたものの、来年動力仕様の認可を受けないままに、ガソリンカーのみで営業を開始した。監督官庁は、開業時、ガソリンカー2両に関する設計認可を与えておきながら、その前提となる、来年動力併用認可がなかったことにうかつにも、気づいていなかった、という珍エピソードがある。 内燃動力未認可のミスが発覚したのは実に2年後のキハ103増備に伴う設計申請の際で、当局はやむなく設計認可と同時に内燃動力併用認可を与える便利を図った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。